新型コロナウイルスによる肺炎の集団感染が確認されているクルーズ船ダイヤモンドプリンセスで新たに10人が感染していることが分かりました。横浜大黒ふ頭から中継です。はい、横浜市の大黒ふ頭です。私の後ろに見えますのが、クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号です。今朝9時前にこちらに着岸しました。着岸した時には乗客の姿がデッキの方に現れ、手を振ったり写真を撮るなどの様子が確認できました。この後、食料などの物資の積み込み作業が引き続き行われる予定です。そして厚生労働省は先ほどこのクルーズ船で新たに10人の感染が確認されたと発表しました。当面まだ検疫官の方から上陸の許可というものは降りておりませんので、必要な期間船内に留まっていただきまして、引き続き臨戦検疫というものを進めてまいりたいというふうに考えております。厚生労働省によりますと、ウイルス検査の結果が新たに判明した71人のうち10人から陽性反応が確認され、そのうち4人が日本人だということです。これでクルーズ船の感染者は20人になり、新たに感染が確認された人の医療機関への搬送も先ほどから始まっています。またクルーズ船の乗客は19日まで船内に待機する見通しです。以上、中継でした。